松本慈一郎、松本慈一郎、松本慈一郎、1887年6月18日から1966年11月22日は、日本の政治家、実業家、ブラック解放運動早々期から指導し、ブラック解放同盟からは、ブラック解放の父と呼ばれる。堂々たるあごひげの風貌から、親父と呼ばれ、親しまれた。元参議院副議長、 福岡県中郡、金平村、現在の福岡市東熊井田市に生まれる。出生名は、松本慈一郎。父、慈吉、村会議員、母、知恵の場師、五番目の子で、上には兄二人、上から千奈鶴吉、姉二人がいた。慈一郎は、後年、六十歳の時、私は、非圧迫部落の貧農の子として生まれたと語っている。父、 直地は貧しい暮らしを少しでも向上させようと進んで副業、履物、下駄、ったなどの製造、販売にも取り組んだ。直地はそれら履物の原材料となる霧の木や竹の皮を仕入れて売る仲買いの仕事をして現金収入を得ていた。直地は村全体が貧しい中でよく働き、村の中では比較的上位の立場にいた。1900年に 住吉高等小学校を卒業後、私塾のカ谷学園や京都の旧正環状中学校、後に廃校を経て上京し、旧正金城中学校、現在の金城学園高等学校を中退。1907年に大連へ渡り、大同駅者や二世医者として、生計を立てる。1910年、日本総領事に強制送還されて帰国。 1911年、土建業松本組を創業。配下には、高松や太郎などの九州切手の暴れん坊たちが揃っており、藤田五郎の九州役座社では敵対した組の艶の夜、殴り込んだ松本組が敵の家屋を瞬時にして、文字通りの廃材の山としたとする記述がある。1921年、筑前叫び川団を結成。同年、 福岡藩書大藩主、黒田長政三百回記に際して、反強制的に記念祭費用の寄付が割り当てられようとしたのを、被差別者の子孫に寄付を割り当てるとは、何事かと幸運動を実施、任意寄付に切り替えさせる。1923年、九州水平社の委員長となる。1925年、全国水平社中央委員会議長に就任。 1926年より、福岡連帯差別事件への球団闘争を指導。また被差別ブラ民が苦しんでいるのは徳川幕府に、責任があるとの思想から、1927年、徳川家里公爵への借位返上勧告闘争を、指導。後、徳川公爵暗殺未遂の罪によって、懲役4ヶ月の実刑判決を受け、下獄する。なお、 この闘争に影響された人物が後に、徳川邸に放火、全焼させている。1929年、福岡連帯爆破陰謀事件で、懲役3年6ヶ月の実刑を宣せ,せられ、再び下獄する。1936年から衆議院議員、当選3回、当選早々に、衆議院で、 不当に特権を得ている家族の存在がブラック民が不当な差別を受ける原因でありブラック解放のためには家族制度を廃止すべしと質問した次は2.26事件の直後であり陸軍大臣は白尺の寺内俊一であった。1940年斉藤隆夫の反軍演説による衆議院議員除名に反対し本会議を欠席。 所属する社会大衆党党首の安倍総、鈴木文治、片山明、西尾末広、水谷長三郎らと共に、初期長、麻生久氏により党員除名処分となる。1942年、衆議院議員に翌算政治体制協議会推薦で当選。これは政府がカムフラージュとして押し付け的に推薦したと言われるが、鳩山一郎。 三木武義といった自由主義的議員は、非推薦で当選してり、戦後松本が公職追放された際にも、翌3回推薦議員というのが、理由の一つになっている。1946年、翌3議員であったことから一旦公職、追放されるが、連合国軍最高司令官総司令部からの、松本と尾崎幸雄の二人は、真の民主主義者だ。 絶対に立候補させねばならぬから、松本の追放を解除協中に立候補できるよう手配せよとの通告により間もなく解除。GHQ と密接につながり、巨万の富を蓄えた特殊慰安施設協会、ラーの経営陣の一人であった。しかし公職追放は解除されたものの時の外務大臣、吉田茂の妨害によって、第22回衆議院議員総選挙への 立候補届け出には間に合わず、翌年の第一回参議院議員通常選挙に立候補することになる。その間に、ブラック解放全国委員会委員長に就任する。1947年、参議院議員で初当選、当選4回、初代参議院副議長に就任。日本社会党左派の平和同志会の領収として知られた。資金や、 運営の面でも貢献は大きく、資金力では、平野力蔵と並んで、社会党の総壁とされ、終戦直後の社会党左派の議員会合はよく、自一郎の東京事務所を使用しており酒や食事の費用もすべて自一郎が持っていたという、もっとも本人の当時の日常の食事は、増水や狛まえだった。なお、副議長就任の経緯について、自一郎本人は、 ブラク出身の自分を議長にしないために保守派の連中が緑風会を作って第一党にして、そこから議長、松平常夫を出した。衆議院でも参議院でも選挙の時には社会党が第一党だったのだから、本来衆議院議長が社会党の松岡小牧地になったように、私がブラク出身でなければ私が参議院議長になっておったはずなんだと。 川無政との対談で語っている。1948年、参議院初代副議長時代、天皇への、蟹の横ばい式配列を拒否した、蟹の横ばい拒否事件。しかし、その後で、内閣総理大臣となった吉田によって、再度公職追放される。この時は、レッドパージ。1951年に追放解除。1953年、 日中友好協会初代会長に就任。1955年、ブラック解放全国委員会を、ブラック解放同盟と解消し、初代執行委員長に就任。1964年、訓移当時よの対象者に選ばれたが拒否。1966年に死去するまで、ブラック解放運動の中心人物であり続けた。大連滞在当時、 松本が、第二本国一等軍医官を名乗って、偽者を続けていたことにつき、ブラック解放同盟は、松本寺一郎伝の中で、行く先々で、近代的医療から見放された人々から歓迎された、記しているが、金沈みは、もし、松本寺一郎が、日本帝国主義者の中国侵略に批判的で、あったなら、第二本国一等軍医官と自称することは、できなかっただろう。松本は、 日本侵略軍に所属する医者であるかのように振る舞い、中国民衆を治療し、金銭を得ていた。誤った医療は、しばしば人命に関わることがある。松本はなぜ、中国では、このような詐欺を行い、日本では行わなかったのだろうか、と松本の中に、中国人に対する差別意識があると批判している。もっとも、松本自身は、私は打診、調診はできないけれども、 指針なら今でも自信があると公年自称していたという。なお、日本の刑法上は、松本の行為は、医種法違反並びに、詐欺罪、人体にありな偽薬を投与したり、外科手術を施したりしていれば障害罪にあたる。1942年4月、福岡県第一区の候補に、翼山政治体制協議会から推薦されて、立候補した時は、選挙候補の中で、 仕事のためには汗を流せ、人のためには涙を流せ、お国のためには血を流せ、お互いはあくまで米英を打倒し、アングロサクソンの世界制覇を含滅すべく、一億、一新国を挙げておいも若きも、鉄火の一丸となり、いかなる困難の中にも突入しかつ、これを突破して、必勝腐敗の体制を完成せねばなりませぬと、挨拶した。翼3議員としては、 東条政権による朝鮮人徴兵法案、兵器法中改正法律案の法制化に賛成、1943年2月12日、1943年6月14日、天皇主義的な議員集団、八日会の結成に、北起人の一人とて参加、中野聖郷や赤尾里氏らと共に結成式に出席し、激励的発言を行った、応答は戦争の開始日、 1941年12月8日に由来する名称を持つこの8日会の心情は我らは一切の行動を国体の本義に発す我らは対象を包帯し断じて戦い断じて勝つの信念を持ってどうすというものであった帝国議会予算委員としては戦時予算のすべてに賛成するなど積極的に戦争を協力していたが敗戦後は突如として 軍国主義を指断する側に転じ、私は戦争中は全水運動とともに、反戦的な言葉を常に漏らし戦争の負けることを語っていた。私はいつも反戦的な思想を表明していたわけであった。私は熱からの反軍国主義者であり、民主主義者であると語るようになった。1953年1月1日、ビルマのランブーンで開かれたビルマ社会党主催のアジア。 社会党大会歓迎市民大会で日本社会党左派の代表者として演説。この時、日本は経済的発展を遂げるにつれて、自らが天皇制不発沈むによって侵略者に代わり、あの悪魔のような戦争を巻き起こしアジアの多くの国に、多大の犠牲と損害等を与えたのであます。もちろん、我々社会主義者は、この戦争に対して反対したのでありますが、と述べ、 やはり自らの戦争協力の過去を偽った。この点について、吉本隆明は1971年6月3日、6.3政治集会、共産党政治集会、豊島公会堂での講演で次のように批判している。板付飛行場、今の福岡空港の拡張を予想して、周辺の土地を買い占め、それを空港用地として国に貸し付けた。 地権者の筆頭である松本一族らいの時代総額は年間80億円にも達するという。福岡空港の土地建物借料は日本全国の空港の中でも突出して高額であり、この結果福岡空港は毎年67億円の赤字を出している。松本が空港建設に先立って周辺用地を買い占めたのは彼が衆議院議員としての立場を利用し、 空港建設計画に関する情報を事前に入手していたためとも指摘されている。松本は、生前、第10回ブラック解放委員会全国委員会会議、1955年8月27から28日で、大阪府連代表の西木織力一から、松本天皇制を打倒しない限り、ブラック解放運動の民主化はあり得ないと批判された、子がある。岡江も、また、 正直言って私は、戦後の松本委員長を見てきて、西寄りと同じ気持ちにさせられていた。それは、例えば、関東地方を支配していた、江戸と断罪門を彷彿とさせ、今日の民主的な運動の指導者の人物像からは、ほど遠いものがあった。また、松本委員長自身も強調していた、人間による人間支配を打破することが、組織内でも委員長自身によって踏み破られている。 ことへの嫌語感は、西織り木一ならずとも、大会などでの横暴な場面を見るにつけたれもが、抱いたのである。松本寺一郎委員長は神格化され、水平運動における特等席、すなわち、彼が口汚く悪馬してきた天皇と同じ高魚山、高見倉に座してきたと述べている。生涯を通じて独身であり、もちろん祭司はいなかった。 博多芸者を引かして、商宅を構え、腹心の者にも絶対の秘密にしていたが、やがて水平者同人に、目かけの存在が露見して話題にされ、この問題のになると、主義主張の手前、なんとなく恥ずかしそうな顔をするとの話があったと、伝えられる。老いの松本栄一を養子として迎え、自身が創業した、土建業松本組を継がせている。栄一は、一郎の没後に、 参議院議員となった。栄一の子、松本龍は、元衆議院議員。その弟、松本雄さんは、松本組社長。また、衆議院議員の楢崎矢之助は、被差別部落出身ではなかったが、自一郎の名の、長女と結婚。その息子が衆議院議員の楢崎金也である。自一郎の妹は、妹林氏と結婚。野本武一の長女は、 妹の老いと結婚している。なお、自一郎の名は、松本組支配人の山田本蔵の妻。本蔵の妹が、北原康志作の妻である。さらに、松本吉之助、全九州水平社の指導者、福岡県議会議員の妻のおじは、柴田敬三全九州水平社創立者の一人の父である。また松本吉之助の姉婿は、花、三世。 全九州水平社創立者の一人で、福岡県議会議員である。花三世の親類に全九州水平社の高岡、松蔵がおり、松蔵の妻は松本次一郎の実前である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。